ハットンの不整合シッカーポイントシッカーポイントは、スコットランド東部海岸、バーウィックシャー州にある岬。ジェームズ・ハットンが彼の地質理論である、聖一説を証明するものとして発見した、ハットンの不整合がある場所として、地質学上有名。1788年6月の、よく晴れた日の午後、ダングラスバーン海岸から小舟で出発し、海岸沿いを南へと向かった。 出発点から半マイルほどのリードポイントの岬に着いた。ここには上陸せず、さらに南下した。数百ヤード先の岬を通り過ぎると、ピース湾の美しい砂浜に着いた。砂の中から美しい赤色砂岩の崖が隆起していた。さらに南下を続け、次の岬を回ったところで三人は船を降り、海岸に立った。そこの崖は、そこに、 灰色の第一次雲も上辺岩が路頭を見せ、層は横島でなく垂直に、その上に歴岩の入り混じった層が数フィーとある。さらに国泥層の上に別の水平な岩石層が見える。それらの層は赤色の岩肌をしている。シッカーポイントである。彼がジェームズ・ホール及びジョン・プレイ・フェアーと共に船を出して観察したこの不整合では、 4億2500万年前のシルルキの垂直なグレーワッケ地層に、やや傾斜した3億4500万年前のデボンキ、旧赤色砂岩地層が被さる。チェックレプチェック2004年24から26ページ。この時62歳。肖像画からハゲ頭で、送信、おもながの顔にはシハナが目立ち、手足がひょろひょろとついている感じ。 この時22歳で、科学の魅力に取り憑かれ、かの有名なアントワーヌ・ラボアジェに、パリであったばかりであった1785年以来、エディンバラ大学で数学の教授を務め、最も頭の切れる学者とみなされていた人物。この時40歳で、堂々とした体格、ジャック・レプチェック・著、平野和子役、ジェームズ・ハットン地球の年齢を発見した科学者。 マイナス春秋社2004年 ISBN4 から393322193ありがとうございます。